完全に巻いてきましたよ。なんでね、一人でね、できるっていう部分。ぎゅわー、なんで俺いないと思ったの。いるじゃん、あんだけ頑張っていきましょうとか俺言ってんだから。やめて、奇妙な行動を。それ一人でじゃなくてね、お願いします。すいません、本当に。じゃあ聞いて聞いて、あのさ、あれね、俺冬好きなの。冬、季節の中で冬、うん、冬いいじゃん、なんかイベントとかいっぱいあって。あ、まあ、あのね、うん、あの乾燥して指がこうやってあの切れちゃう、あの赤切れイベントな、あの、まあ、イベントって言わねえよ、赤切れのこと。イベントじゃねえ。クリスマスとかあるじゃん。で、俺好きなの、そう、冬ね。ただ一個悩みがあって、その冷え性なんだよ。あー、だからさ、なんとか早め早めに冷え性対策やっていかないとなと思う。わかったわかった、じゃあちょっといい、あの、この胃のあたり、正中線っていうのがあるの。で、さらにこの真ん中、胃のあたり、ここちょっとほぐしていくから、ここほぐしていくわ。まあ、これがこう冷え性結構効くんだ。グーッと押していくねって、こう圧迫していくから、グッとこう。おお、痛い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 。あ、じゃあいいんだいいんだいいんだ。うん、この押していくからね、グッとグーッと押していく。痛い痛い、え、いいんだ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 。うん、この押すからね、あ、いいんだ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 。ここでこう圧迫、グーッグーッグーッとしたら、いい破裂するから。何してんだよお前は。全然冷え性とか関係で、なんでそれ吐血を手でキャッチしようとしてんの。絶対ダメだから、人の血とか手でキャッチしたら。で、何してんの。ダメだから。俺マジで悩んでんだよ、冷え性。あ、夜なんかさ、足先冷えちゃって布団に入っても寝れない時あんだよお前。あ、じゃあ俺が温めに行ってやるよ。ちょっと待って、行くよ。お前が俺の寝床着て温めるってこと。ああ、いいです、いいです、いい、気持ち悪いんで。いやいや、否定しない方がいい。え、あの、拒否しない方がいい、拒否もしない方がいい、絶対に。なんで。あのね、俺、本当は女を温めたい。そういう魂で生きてる。毎日毎日ね、女だけを温めたい。だから、お前が拒否しちゃうと女のところに行っちゃうかもね。ゆっくり脅すなよ俺を。怖えな。行くなよ絶対。なんで人のこと温めたいって感情なんなのそれ。だから行くからお前。いいよもうマジで。失礼します。あ、来た。冷え性の方が、冷え性の方が。何聞かれてんのよ。凄まじいということで。ああ、冷えの方が、足先の方が、俺と足先の方が、足先。それでは始めます。ぬくもり。何それ。施術方法ぬくもりっていうやつ。はい、温まりましたでしょうか。いや、ちょっと待って。俺冷えてんの、足先って言ってるずっと。あ、大丈夫です。12時間後に足先までぬくもり伝わってますんで。どんだけゆっくり温めんだよお前。気持ち、もう帰れ帰れ帰れ、もう気持ち悪いから言ってくれ。私を怒らせたな。なんで割っちゃうんだよ。どこが冷え性対策。人んち来てる電球割りただけじゃねえかお前。は、はじゃねえ。人んちって言い方、は、何その言い方。人んちって、お前んちだろ。人んちってレイジンちだろ。レイジンちだろ。人んちじゃないじゃん、レイジンちじゃん。人んちおかしい、それを訂正しろ。レイジンちにしてよ、レイジンちにしてよ。ああ、ごめんごめん、俺どこに地雷あっかわかんねえから。マジでわかんねえよお前。ずっとやる。ああ、この先うまくいかないんだろうな俺らって思っちゃったもん。なあ、さっきうーじゃない。お前なんでそんな感じかっつったら、冷え性じゃないからだよ。人の気持ちがまるでわかってない。人間味が足りない。いや、じゃあなんで俺怒られてんの。そりゃそうですよ、ずっと。いや、なんで怒られてんの。どうする、わかる、どうする、どうする。ああ、やっちゃえばいいんだ。何してんの。おい、絶対息つくな、やっちゃうとかに。で、気持ち悪い動きして、なんだこの、何で締められたかって、首を。変態、変態、いけいけ。あ、誰だ俺のこと、変態って言ったやつ。俺からの投稿。俺だよ、変態。君か。あ、俺、変態ですから。何個です。何個それ。何個お前。いいやってやるよ、おめえ、いくらでも。おい、かかってこい。あ、根性叩き直してやるよ。あ、はい、来いよ、はいはい。うわー、絶対女の子にはやんなよ、これ。最悪だよ。冷え性対策の話したかったら、みっともない姿見せちゃって最悪です。いや、別に最悪じゃないでしょ。なんでだよ。
前こうやって怒ってさ、結局体温まっちゃってんだから。いや、うるせえよ、どうもありがとうございました。